父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ、巫女様を。それが我が父より。そなたは私を救うため、幾度死に、そして読み二度か三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、今期狼よ。このアシナの城に残されていた古い記録。戦況の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、戦況とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、とは。かつてこのアシナの城には、私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、この城にはタケル様が残され、戦況に帰る術を求め、私は戦況への行き方の不死立ち、それ自体についても。おお、あのお方ならば何かご存知。狼こ、一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただ、その離れは閉ざされている。少し、お加減がな。入る術は。屋根上に、夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならば辿れるのではないか。夜鷹の衆は、目印に狼煙を使うとか。ああ。夜鷹の狼煙をたどれば、一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会いして、不死だ。この天守の外、開き窓から屋根上に出て、夜鷹の狼煙をたどれば行け。頼んだぞ。一心様にお会いして、この天守の外、離れの櫓で静養され、開き窓から屋根上に出て、夜鷹頼んだぞ。
我が主はこの天守の外離れの櫓ですが、一心様は少し我があるんです。お前さん、巫女さん、え、オスク、わしにゃ、いや、え、少し、なんだ、それで、わしは、じゃが、その忍び騎士、そのわしが、腕を失った因果、わしが惚れるのは、木の中にいつだ、見えた、わしは、じゃが、その因果、ではな、また久し。よう旦那、また商いが。ああ旦那、おかしな奴らがない。そろそろ。あ、じゃあな旦那。そこ、それがしを使い、また来るがいい。そこもとの、輪があるんですが、
巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は、めぐってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい。お主、時に源一郎。どう、刃を交えた。ただ強かった。そして異様。ほう、巴の雷とは一体。源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。酒を。おお、赤色。おお、猿酒ではないか。ん、お主、この酒の別。知ります。知らん。こいつはな、昔修羅を。それは一体。切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。うん、せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。は、巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議ならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが、死なぬというぞ。まことであれば、恐るべきことよな。うん、そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに。先方寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。うん、だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。
苦労が目指す尋常なす行くか赤炉不死立ち、それもまた戦よ。そして戦では関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる。そうじゃ、肝に銘じておくがいい。赤炉よ、迷えば敗れるぞ。赤炉仕立ちのため行くか。では一心様とも会われたようですね。礼を、源一郎殿。そうです、源一郎殿。まさか、落ち…それは何だ。落ち水の中でも、特に濃いものを、あなたもご覧にな。落ちの檻を口にした者は、当然に死んでいるはずの斬撃に耐える。あれは、もともとは我が師、道元が調べていたもの。私の兄弟子たちの誰かが持ち出して、おう方。九郎様の聞いた。して共に不死立ちを果たす。そう、今までの助けまる私は主の命もいつでもお声掛けくだす。クス氏として狼本眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ちどうか叶えて差し上げてください。狼を見け苦労す。では戻りまして。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意、私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。花とは。まずはこれ。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く
源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。見投げば、そういったものを見ました。それは一体。ステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げよと。ふん。身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい。鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった。気をつけるのだぞ。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。巫女様とのちぎり。わかった。だが私のことならば気にせ、必要ならばまた。好奇み鳥居そちら。わかった。源の水。はい。落ち谷、林、言葉、まともな。そういえばそこにある人の一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。狼では、ま、
茶でも。わしが惚れる木の意味ではな。また。